はい、じゃあ、初めての飾り切り第3弾やっていきます。100均の包丁をですね、洗ったきゅうりなんですけど、このくらいのきゅうり用意してもらって、端数に切ります。斜めですね。で、今回使うのは、この片側だけ、これだけ使います。で、これにちょっと切れ目を入れます。縦に入れて横で、この作業を何回か繰り返します。動画のきゅうりは4回ですね。縦に入れて横、縦に包丁入れてもらって横、縦、横ですね。これでしましま模様をつけた扇を作ります。4箇所ですね。で、あとはもうまな板につけてもらってあとはスライスです。これも包丁をこうジグザグに動かしてもらって、上から下までつながった状態で、切れ込みを何回か入れます。で、これでスライスが終わったら、これを均等に扇になるように自分の好みで広げます。ではこのままでも使えるんですけど、これをちょっと立てて使いたい場合に、この扇の状態で立てて使う場合ですね。で、そのまままな板にそれを置いてもらって、で、ワンポイントアドバイスなんですけど、ここでですね、包丁の使い方です。普通は押したり引いたりするんですけど、ここはトンと真下に落としてください。押したり引いたりするときゅうりが曲がってしまって綺麗にならないんで、こんな感じで立てて扇を使えるんで、いろんな飾り物に結構使えます。よかったらやってみてください。チャンネル登録待って待って待って3219チャンネル登録もしてね